西宮成田山、大和円満寺は、兵庫県西宮市社家町一丁目にある仏教寺院。高野山新言宗別格元山、三号は、伊予山。摂津国八十八箇所七十九番札所。本尊は、薬師如来。海山、報道千人、創建、広報三年円満寺は、西宮市、十林寺町及び、和紙林寺,寺にあった、向山和紙林寺を、 現在地に移したのが始まりである。向山橋林寺は、平安末期の自称樹衛の乱戦国時代には、荒木村重の乱に愛好廃した。また、織田信長の焼き討ちのため炎上し、怪人に返した。怪人に返した時に、南正る坊に霊夢によるお告げがあったため、鷲林寺を現在地に移した。そのため、 今里はし早とも称されて現在に至っている。1945年8月の空襲ですべての建物が全焼した。その際、所蔵していた古記録も消失して、詳しい歴史がわからなくなってしまった。1948年円満寺、第53世、魔王により、本堂、栗などの書道を再建し、中古を果たした。しかし、 1995年の阪神、淡路大震災では、西宮成田山の道具、納骨堂、栗が全開した。境内の西側には、新編大菩薩の石碑、稲荷社がある。同じ敷地内に、西宮成田山の道具があり、不動明王を祀る。祀られている不動明王は、1959年、大本山成田山新生寺の漢字。 荒木寺市定大僧城の海岸による成田山、新勝寺本尊のご分身。また、同時期に、高野山新雲集館長、水原隆志栄大僧城より、西宮成田山の3号を授かり、西宮成田山と称し、交通安全祈願道場とした。交通安全祈願のほか、薬除けなどの諸願成就を願う参詣者も多い。 1995年の阪神淡路大震災で、旧気島電が全開。震災以降、仮道が設けられたが、気島電を再建を発願し、着工。2013年10月28日、完成した気島電の落景法要が営まれ、震災からの復興を遂げた。元気島電は、鉄筋コンクリート、流れ後輩付き入りも屋作り、本川原吹き。 地上1階地下1階建てのべ面積379平方メートル。西宮成田山、木東殿、郵便番号662-0974兵庫県、西宮市社家長1-36。ありがとうございます。